今回僕的にもめちゃくちゃ非常に大事だなって思うことを、喋っています。はい、皆さん、こんにちは。RWS ドリブル塾鹿児島支部代表の龍河内です。本日は久々の、トーク系の動画で、いきたいと思っております。今回お話しするトークの、テーマというのがイライラするなと、そういった、テーマのトーク動画となっております。まず、イライラするなんて、まずなんでこの動画撮ろうかって思ったかって話なんですけど、まず、イライラしていいことあるかって言ったら、そんなないですよね、イライラして。例えばサッカーをしていて、イライラして、いいプレーができるかって言ったら、いいことないですし、人間関係でイライラしたまま人と付き合ってしまうと、原因となって、仲が悪くなってしまったりとか、っていうことがあって、やっぱイライラするなっていう、トーク動画になってるんですけど、僕がこのトーク動画を撮ろうってなった時に、あんまり僕イライラしないっていうか、そのイライラするけど、イライラを、なんて言うんだろう、自分のこのゲージまでブワーンって飛び越えないというか、その、秘訣というのを皆さんに、教えていきたいなというふうに思っております。まず僕がこのトーク動画とは逆のイライラを、怒るっていう感情ですね、怒るっていう感情を出さないといけない時っていうのを僕自分の中でルールを決めていて、まず、自分の大切な人が危険にさらされている時、これは僕怒らないといけないなっていうふうに思っていて、例えば自分の彼女が、大切な人が、他の男の人に危険にさらされていると、それはやっぱり男として人として怒んなきゃいけないですよね、守るために。で、2つ目の理由というのが、自分の大切な人が人として間違っていることをした時、これは怒らないといけないと思っております。例えば自分の、友達が、誰かをいじめていたりとか、それはやっぱり人として怒んないといけないですし、良くないなっていうこともやっている、それはやっぱり、仲がいいから怒りづらいとかではなく、それは優しさではなく、甘えだと思うので、しっかりそこは怒ってあげなきゃいけない、友達のためにもっていうので、この2つ、大切な人が危険にさらされている時、自分の大切な人が人として間違っていることをした時、これは怒ってあげないといけないと思っております。で、今僕はサッカーのコーチをしていて、じゃあどういうところでイライラするのが、視聴者さんの方が多いのかと考えた時に、やっぱり見ている方って保護者であったり、サッカー選手を目指している子どもたちが多いと思うので、まず、それぞれ一つずつ話していこうかなというふうに思います。まず、保護者の皆様に対してイライラがどういうのが多いかっていうと、例えば自分の子供が一生懸命サッカーをしていないとか、あとはいいプレーができていなくて怒りたくなってしまう、それは違うよっていうふうに怒りたくなってしまうっていうのを、これをどうやってイライラしないか、しない方法があるかっていうと、まず子供以上に親が熱が入ってしまっている時点で、それが僕は良くないんじゃないかなって、もちろんいいことなんですけど、子供より熱が入ってしまうと、子供がそこまで求めていないのに親が求めちゃうと、子供のやる気ってそがれちゃうんですよね。なので、そこは子供のボルテージよりもテンションよりも、高く、いっちゃいけないっていうか、あんまりいない方が、見る側としても楽だと思います。できるって思ってやらせるのではなく、できないと思ってやらせる方が圧倒的にイライラしないですね。自分の子供が、できるとか天才って思うのはもうめちゃくちゃいいことなんですけど、この子どうせできないよとか、お前下手くそなんだからとかじゃなくて、まだ小学生だしできなくて当たり前かって思いながら子供に接していると、できなかった時に当たり前だよねっていう話で、じゃあできた時にどうなるかっていうと、うわすごいじゃんと、〇〇くんとやっぱ天才だよっていう風に親もあまり怒らなくていいというか、でそれでやっぱり子供も嬉しくなって練習頑張ったりとかするので、期待をしすぎない、期待をしないのではなく、期待をしすぎないっていうのが大事かなっていう風に思います。で、あとは
子供とかサッカー選手を目指している、皆さんに向けて、まあ、さっきと一緒なんですけど、期待しすぎないと、まだプロじゃないんだからそんなボール取れなくて当たり前だよなと、なんかそういう風に思ってやっぱプレーをする。で、自分に矢印を向けることが僕は選手を目指している人は一番大事かなというふうに思います。例えば同じパスをミスったとしても仲間のせいにするのか、自分のパスがちょっとずれていたっていうふうに自分に矢印を向けるのでは全然自分の成長度も違ってくるので、一番のやっぱり上手くなる選手っていうのは、他人に言い訳しないと、自分に言い訳を、しない、他人に言い訳しない、自分に言い訳しない、自分に矢印を向けれる選手が、やっぱり、一番サッカー選手になる上で大事かなというふうに思います。なのでこの動画を見てぜひイライラしないコツであったり、怒る時の線引きっていうのを大事にしていただければなっていうふうに思います。はい、では、今回このトーク動画となったんですけど、今回僕的にもめちゃくちゃ非常に大事だなって思うことを喋っています。なのでこの動画を見て少しでも、イライラする、人が減って、より良いサッカー界になっていったりとか、より良い家庭環境を作っていっていただけたらなというふうに思います。はい、では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。